すでにエクフィビフはチェコの作曲家。日本ではフィビヒないし、フィービヒの発音及び表記が一般的になりつつあるが、フィベッチの CH の発音はチェコ語では無声音でしかもアラウトであり、フまたは区に近い。香港ではチェコ語での発音を尊重し、さらには他の記事との表記統一を図るため、日本語表記はフィビヒではなくフィビフで統一する。 なお、フィービヒのように超音を加えた表記は誤りである。ただし、この当時フィベッチが生きたボーヘミア地方は、オーストリア帝国の支配下にあり、公用語がチェコ語ではなく、ドイツ語であったこと、ファイブッシュ自身が貴族に仕える家に生まれ、さらに母親もウィーン出身であったことなどを考え合わせると、自身がドイツ語風にフィビヒと発音していた可能性はあり得る。このことについては、 調査が必要であろう。ズデニエク・フィビフは、スメタナ、ドボルザークと共に、チェコ国民学派の早々期を築いた作曲家。チェコ民族独立の機運が帯同する時代にあって、スメタナやドボジャーク同様、チェコ民謡や民族部局のリズムを自作に取り入れたほか、チェコ民族の伝説によるオペラを作曲するなど、その作品は民族的な素材によるものが少なくない。 作曲技法の面では明らかにドイツロマン派の系統にありながらチェコ国民学派として扱われるのはこのような彼の思考によるものである。当時、ドボジャークやヤナーチェクのように音楽修行時代に満足にピアノに触れることもできなかった作曲家もいたが、フィビフはその点、幼少時代から非常に恵まれた環境で音楽を学び育った。 音楽修行を終えてからも、楽団の養殖に就くことはなく、生涯にわたり、主に作曲と教師、音楽監督などの職で生計を立てた。当時のチェコ楽団は、同じ国民学派とはいえ、スメタナの進歩派とドボジャークを要するプボタの保守派に二分されていた。フィビフは、音楽上の立場としては、スメタナの側に立っていたこともあり、当時は、 冷ナの正当な後継者として目されていた。この後1891年までは創作活動を行ってはいるが、フィビフ自身に関する特に目立った記事はない。平穏な年月を送っていたのではないかと推測される。チェコ民用に基づいた、戦慄チェコ民族の伝説を主題に扱ったオペラやメロドラマ、等を多く作曲しているものの、構成や火星法、 還言落法などの技法面では、ドイツロマン派の影響を色濃く受けている。そのため、フィビフの作品からは、民謡の旋律や民族舞踊のリズムが聞き取れる。一方で、最初期のいくつかの作品を除くと、ドボジャークなどのような響きの素朴さを感じることは、あまりない。また、流霊で、親しみやすい旋律がふんだんに使われているのも、彼の作品の特徴の一つである。 この時代のチェコにおいては、フィビフを含む多くの作曲家が、チェコらしい音楽とは何か、を模索していたと考えられるが、技法面で、ドイツロマンの様式を土台にし、革新的とは言い難いフィビフの音楽は、その点では時代にやや遅れて登場してきたと言えるかも、しれない。実際、例えば、ヤナーチェク、ヤナーチェク、リオス、1854から1928という、 はるかに革新的な才能が、モラビアの地に生まれたのは、フィビフよりも遅れることわずか4年に過ぎない。しかしながら、スラブ音楽の特徴とも言える、哀愁感、チェコ民謡、チェコ部曲のリズムなどを特徴としたチェコ音楽と、楽曲構成や、その他の作曲技法の面で成熟していた、ドイツロマン様式とを融合させたという点では、彼の先輩であるスメタナや、 ドボジャークなどの及ぶところではなかった。そういう意味でフィビフの音楽は得意な位置を占めていると言えるだろう。彼の創作活動における功績の一つとしてメロドラマの復興を挙げることができる。朗読音楽というこの独特な様式のジャンルにクリスマスの日オーパス9、ボドニークオーパス15をはじめとする作品を残している。これらの作品は現在でも 国際メロドラマコンクールの課題曲に採用されている。また、優れたピアノ連弾曲作家としての顔も持つ。自作の、還元楽のための牧歌、黄昏公共詩ザーボイスラボイトルジェクなどのピアノ連弾版編曲や、ピアノ連弾のためのソナタ、変度蝶々などにおいては、演奏効果と程よい難易度が見事なバランスで、両立されている。 晩年のほぼ10年間にわたり親密な関係にあった、アネシカ・シュルゾバーは、当時彼の作曲の教え子であった。18歳年下の彼女は、フィビフの創作活動に、大きな影響を与えた。全376曲4つの作品番号に分けて、発表されたフィビフのピアノ曲集、気分、印象と強く、ドージョミー・エ・やッポミンキーには、アネシカと過ごした日々が、 ピアノ曲による恋愛日記として綴られている。また、文豪、シュルツの娘であったアネシカは、その文才を生かし、フィビフのオペラ、ヘディオーパス43、シャールがオーパス51、また、ヘルがオーパス55の作曲のための脚本を書いている。これらほどには重要でないかもしれないが、彼女は、フィビフのピアノ50奏曲オーパス十二のピアノ四手編曲や、 ピアノ曲集、画家の作品の奏功のシャ譜なども残している。気分、印象と追憶は、彼の他の数多くの作品との関連性を指摘できることから、フィビフの創作の集大成と言えるだろう。中でも、ジョフィーン等の夕べと題された、オーパス41から139の旋律は、還元学のための牧歌、黄昏オーパス。 39の中間部にすでに用いられていたほか、後にバイオリニストのヤン・クベリークによってバイオリンとピアノのための四曲に編曲されるなど、フィビフの作品の中でも最も知られるものとなった。アネシュカが暮らしていたジョフィー島には現在、ジョフィーンカーンという建物が建っている。この正面左側の壁には、フィビフを記念するレリーフが掲げられているが、 そこにはこの曲の戦律も刻まれている。なお、フィビフの死から5年後、姉シカは自らの手でその生涯に幕を引いている。ありがとうございます。